どうもこんにちは。皆さんはキャンプでの寝具何を使ってるんでしょうか。今まで僕はですね、最初は敷布団を敷いてそこから掛け布団で寝るっていうやり方をしてたんですけれども、途中でですね寝袋を買いました。で寝袋を買ったんで敷布団と寝袋っていう感じで寝てたんですけれども、ちょっとですねどうしても荷物が多いという感じになってきたんで、1センチか 1.5 センチぐらい の、 アルミのマットこうくるくる巻くやつありますよね。でそれを敷いてその上に寝袋っていう感じで寝てたんですけれども、どうしてもですね銀マットで寝ると体が痛くなったり、寝れなかったり、寝れたとしてもすぐ起きたりっていうような問題が起きてたんで、キャンプ行ったがゆえに疲れがたまるっていうような感じでした。これはですね10代20代の人とかだと、すぐに回復するんでしょうけど、回復するのに、1日2日は絶対かかってしまうような感じだったので、今回はですねちょっと寝具を買ってみました。今回買ったのはですねフィールドアっていうところのエアベッド、ダブルのサイズになってます。結構大きいですよ。まずはですねこれを広げてみようかなと思います。ここからですね空気を入れるようになってるんですが、今回ですねついでに電池式のエアポンプも買ってみました。電池式とですね車のシガーソケットから給電して使えるっていうものもあるはあるんですけれども、よく行くキャンプ場がですね車の乗り入れができないので、電池式の方が便利だろうということで電池式にしてみました。その車の乗り入れができないっていうのもそうなんですけれども、今使ってるテントがケシュアのファミリーテント 4.2 っていうやつなんですが、この大きさがですね多分膨らませてしまうと寝室のドアがですねこうファスナーで閉められるようになってるんですが、多分そのドアの中に大きさ的に入らないと思ったんで、とりあえずこれをまず設置してからその寝室の中でこれを使うっていうような感じで考えてます。最近寝室をそもそもつけてないんで寝室いらないっちゃいらないんですけどね。だけどそろそろ虫が出てくる季節になってきたんで、一応蚊よけ対策とかっていうことで寝室は作ろうかなと思ってます。第一電池を4本使うようになってます。自分のスタイルとしてあんまり快適な状態でキャンプしたくないというか、そういうのがあったんで寝具とかもこだわってはなかったんですけどね、なければないでいいっていうようなスタンスだったんですけど、やっぱね体が痛いです。で疲れがたまるっていうのが一番ちょっと困るところかなと思って、じゃあ入れてみましょうか。早速一番大きいやつが合うみたいですね。これでスイッチを入れます。こんな感じでできましたよ。これは十分ですね、こんだけあれば。もうちょっと入れた方が良さそうですね。例えば、僕がここに寝てて、こっち側に、子供が寝てても全然余裕な感じですね。だいぶ寝るのが楽になりそうな感じですね、これは。ちょっとですね、どれぐらいまで入れていいのかまだあんまり分かってないのであれなんですけど、もうちょっと入るね。今度は空気を抜くときなんですけれども、これ外せばですね、空気は抜けていってはくれるんですけれども、ここですね、ここにノズルをつけてやると今度こっち側で空気を吸ってくれるっていうことらしいです。ちょっとそれをやってみましょうか。空気を抜くのもすごく早くていいんじゃないでしょうか。このエアベッドなんですけれども、
Amazon で2900円、まあ、2900円だったらすごくいい買い物なんじゃないかなっていう感じがしますね。寝た時にこう全体でですね、あの体の重さを分散してくれるんで、すごいですね、寝ててこうふわっとするような感じで気持ちいいですね。でですね、今回なんであのエアベッドにしたかっていうと、あの一番の問題は金銭的なところです。最初はですね、コットを買おうかなと思ってたんですけれども、コットだと例えばうちはあの5人家族なんで5人で行こうと思ったら、コットを5個買わないといけないんですよね。一番安いコットでもだいたい5000円ぐらいはすると思うんで、5000円の5個で2万5000円と2万5000円もかかっちゃうんですけれども、このエアベッドであれば今まだ子供がちっちゃいんでですね、これで子供3人は寝れると思います。もしくは大人2人と子供1人とか、大人1人と子供2人とかっていう寝方はできると思うんで、このエアベッドが2つあればいいっていう計算でした。で、2900円なんで、2900円×2の5800円、コットを買うと2万5000円かかっちゃうんですけれども、エアベッドにすると、5800円、ってことは4分の1以下で済むってことですよね。今後ですね、やっぱりあれも欲しいとかこれも欲しいとかっていう風になっちゃうこともあると思うんで、なるべくですね、安く済ませたいっていうのがありました。値段も4分の1で済みますし、これぐらい寝やすい感じであれば問題ないかと思ってます。で、さっきご覧いただいたようにこれを使えば、そうですね、多分2分ぐらいでしょうかね。2分ぐらいあればこんな状態になるんで、設置もすごく簡単だろうなと思います。あと比較対象としてコットとエアベッドで考えたのが、壊れやすさの部分なんですけれども、このエアベッドだとですね、どうしても下に尖ったものがあったりとかすると穴が開く恐れはありますよね。で、穴が開く恐れはあるんだけど、コットでもですね、どうしても使ってたらバキッと折れちゃったとか、耐久性が全然なかったとかっていう可能性ももちろんあると思うんで、コットであってもエアベッドであっても壊れる可能性があるんだったら、まあ安い方がいいじゃないですか。なんで、安い方をとりあえず選びました。あともう一つが運びやすさなんですけれども、これはですね、専用のバッグとかはついてません。でバッグとかついてないんですけれども、さっきご覧いただいたように結構ちっちゃくなるのと、あのサイズがもう一個あれば、我が家はもうこと足りるんで、適当な安いバッグを買ってその中に入れとけばいいのかなと思ってます。このエアベッド自体が重さがですね、コットの多分半分ぐらいなんで、倍の重さのコットを5個運ぶよりかは半分の重さのこのエアベッドを2個運んだ方が絶対楽なんで、それも含めてですね、選びました。で、今回このエアベッドを買った基準をまとめると、まず一つは値段で、もう一つは、壊れやすさ、まあ、壊れやすさというか、どうせ壊れるんだったら安い方ということですね。で、もう一つ、最後に持ち運びやすさ、この3つの基準でちょっと選んでみましたよ。で、一応ですね、まあまあ裏もこんな感じで水はちょっと弾いてくれそうですね。で、こんな感じの重さなんで軽いですしね。ということで今回はですね、寝具エアベッドを買ってみました。次回のキャンプの時はですね、もう早速これを使おうと思ってるんで楽しみです。前回リュウさんとキャンプに行って思ったのが、リュウさんはコットを使ってたんですよね。多分人によってこういうエアベッド派なのか、コット派なのか、布団派なのか、あとはその自動膨張するようなマットありますよね、ああいうやつを使うのかっていうのが多分分かれると思うんで、ぜひですね、コメント欄の方に皆さんの寝具、こういうの使ってるよとか、こういうのがおすすめだよっていうのがあったらですね、ぜひ教えていただけたらなと思ってます。それではまた次回に。